それじゃあ人類の進化について見ていきます。人類の進化、ざっくりね、人類って何かっての自体でね、もうね議論足りないんだけど、まあ人かって呼ばれてる生き物だけど、まあ大体直立二足歩行する生き物って覚えとけばまあ大丈夫ね。あの直立二足歩行する、ものどもで、あんまりテストに出ないけど700万年前にサヘラントロプスチャデンシスっていう化石が発見されてます。サヘラントロプスチャデンシス、アフリカのチャドから発見されたからチャデンシスって言います。とか400万年前ぐらいの、これもまた初期人類の化石でアルディピテクスラミダスっていう化石も見つかってます。ラミダスっていうのは根っこ、ルーツっていう意味で、まあ何、人類のルーツみたいなイメージで、意味で、アルディピテクスラミダスって名付けられてます。まあこの辺ぐらいから、まあ、どこまで我々と近いものかっていうのは、まあ、別として、まあ、直立二足歩行していたらしい。すげえ昔の話なんであんまりテストに出ません。で有名になってくるのは、アウストラロピテクス類だよね。だいたいまあ400万年ぐらい前、まあ、こっちまあアルディピテクスラミダスはまあ440ぐらい、まあだいたい400万年ぐらい前に、これあの年代これ書いてるけど、あのかなり幅があるんでめちゃめちゃ細かく覚えなくていいですね。ものすごいあの学説によって幅があるんでね、まあ、大体の数字ね、大体の数字、まあ、大体400万年ぐらい前にアウストラロピテクス、南の猿って意味だよね、アウストラロピテクス、まあ有名な、アウストラロピテクス類はアウストラロピテクスアファレンシス、まあ、アファレンシスの化石は400万年前よりもっとね370万年前だけど、まあ、アウストラピテクスアファレンシス、有名な化石はルーシーです。ルーシーっていう化石が、アウストラロピテクスアファレンシスの化石で有名ですね。ルーシーってそのアウストラロピテクスアファレンシスの化石が見つかった時に開いてたパーティーでビートルズの曲が流れてて、そのビートルズの曲からルーシーって名付けられてます。もうね一応直立二足歩行もちろんできるんだけどね、もうねドタバタしてたらしい。てかこの辺の直立二足歩行ってまあ、何かに有利かって言われたら結構ねもうねもう全然なんていうかね逃げんの遅くてもうガンガン狩られてた、他の動物に食われてたらしい。まあアウストラロピテクスアファレンシスも、まあ、直立二足歩行してたっていう証拠は結構あるんだけど、まあまあ、まだ俺たちみたいにスムーズにはできてない、まあ、ドタバタした直立二足歩行だって言われてます。で250万年前ぐらいにはホモハビリス、ハビリスっていうのは器用なってね、まあ器用な人って意味で、まあ石器なんか使ってたらしいホモハビリス。だけどねまだね、まあクラスメイトにいたらビビるぐらいのまだまあまあうっすらね体表は見えてたってんだけど、まあ毛に覆われてて。まあ、アウストラロピテクスアファレンシスなんかねクラスにいたらね絶対気づきます。あのもう1メーターぐらいしかなくて、まあ、あの顔はソフトボールぐらいで、アウストラロピテクスアファレンシスって結構ホモサピエンスからしたら全然違う形状してます。ホモハビリスもちょっとホモサピエンスとはちょっと似てないなって感じで、200万年前ぐらい、あこのホモハビリスはねこれあの石器、あこれ石器使い出したとかね生物のテストで出ないけどねあの生物では問われませんけど、ほぼまあ、石器使い出してて、まあ、多分だけどこれいろんな説があるんだけど、こうこれちょっとグロい話なんだけど、動物の骨髄、あの骨の中にある骨髄、あの血液作ってるところ骨髄ってあの結構栄養たっぷりで、なんかね人類ってねその動物の骨髄を食ってたらしいんですよ、あの骨の中を。で多分だけど骨をバキバキ折って中の骨髄をこうすすってた時に
この骨の破片とかで手を切っちゃったんだ多分ね。でホモハビリス手切っちゃって、あっ、でそこで気づいたと、あ、これ尖ったものってなんか切れるんだみたいな。でまあ石器をね自らも使うようになったかもしれないけどね、かもしれない、まあ、いろんな説があるけど、まあ、もしかしたらあの骨をガチガチ割ってる間に、あの、あ、これってなんか使えんじゃねって気づいたかもしれないと。で200万年前ぐらいにはホモエレクトス、もうホモエレクトスはあの渋谷歩っててもう分かりません。もうホモエレクトスは渋谷歩ってても分かりません。あの我々あのすれ違っても、あ、ホモエレクトスじゃねって分かりません。アウストラルピテクスは分かる、お、俺アウストラルピテクスじゃねって分かるけど、ホモエレクトスはねすれ違ってもね、あの分かりません普通。もうねホモエレクトスなんかね、もうね前までは結構ね俺たちで狩られる側だったんだけど、もうねホモエレクトスぐらいだともうね狩る側、もうねずーっとねマラソンして追っかけるんだって敵を、こうなんていうの持って、でなんていうの、俺たちって、交感神経、あとなんていうの、あのもうバトル状態だとかなると手に汗握るっていうじゃないですか。あれって結構、あ、でも多分滑り止めの役割を果たしていたかもしれないって言われてて、あのなんていうの、手にかく汗とかは、すげえ緊張すると手とか足に汗をかくけど、あ、ごめん、汗をかくけど、それって滑り止めの役割を果たしていたかもしれない、結構初期な段階は。でその発汗の機能をこう全身から発汗させて体温を下げる方にもその汗発汗を利用するようになっていったんだ。でそうすると全身発汗して体温を下げる仕組みが備わると、夏とか暑い時でもずーっとマラソンできるんですよ。これいろいろ説があるけど、真夏下でマラソンできる生き物って人類ぐらいしかいないって説がある。ずーっと敵をこうやって追いかけて、こうもっと追っかけて、ずーっと追っかけて、で敵が疲れたらあの食っちゃうみたいな。ただ狩られる側から狩る側に変わってきたんだよね、あの人類がね。ホモエレクトス、エレクトスっていうのは、まあ、直立するってね、直立する人ね、ホモエレクトス。あの勘違いしないね、あの直立に速歩行は昔からやったんだけどね。で、大体30万年前ぐらいに有名なホモネアンデルタレンシスが出現したって言われてます。結構ね大柄、ホモネアンデルタレンシスって結構大柄で、20万年前ぐらいにあの我々僕や君ホモサピエンスが出現したって言われてます。ホモネアンデ、あのこれさ、いろんな生き物が現れては、てかこれ、いろんな人類が現れてはあの絶滅していったんですよ。ホモネアンデルタレンシスもね、今はね1匹もいません、1人もいません、あの絶滅してます。これなんでホモネアンデルタレンシスが絶滅してホモサピエンスが生き残ってきたかって、あの 今なお、存続、あの現世人類として地球上にホモサピエンスがいるかって結構すげえ議論になってて、まあ、すげえ面白い分野だけど、まあ、いろんな説があるんですよ。例えばホモネアンデルタレンシスってあのちょっとでかいんだって、ちょっとでかいんだ、あのあれですよ、ホモネアンデルタレンシスってあのスーツ着て座ってたら、あの分かりませんよ、あのめちゃめちゃすっごいだから。でホモネアンデルタレンシスってだけどちょっとでかいんだって。でかいと肉弾戦好むんだって。だから、敵をやっつけようね、あの狩りをしようと思ったら自分がでかいばっかりに肉弾戦をもう直で、敵と戦いに行くんだって。だけど俺たちホモサピエンスはちょっと小柄でちょっと肉弾戦は好まないと、なんていうか遠くから戦ってみたり、ちょっとなんか仲間と協力してなんかちょっとなんかこうこうなんていうかね、まあ、古速なって言ったらおかしいね、なんていうの、工夫して戦ったりとか。だからホモネアンデルタレンシスは自分の体が屈強なばっかりにあのガチで戦いに挑んで絶滅を早めたって説もあるし、あとホモサピエンスの方がこうやって、俺もさ今これ人類の歴史をこうやって、言葉でみんなに伝えてるけど、ホモサピエンスの方がなんか言葉を使ったコミュニケーションが得意だった傾向があるみたいな説もあります。まあ未だね、あの今いつか結論が出るとは思えないけど、まあ、ホモネアンデルタレンシスがなぜ絶滅してホモサピエンスが残ってるかはちょっとまだわからないと。ところで、ね、近いでしょこれ、年代が近いじゃないですか。だからね、荒廃したらしい。一緒に、なんていうか、一緒にこう、なんていうか、住んでるところがオーバーラップしてて、もうね、あの、ホモサピエンスとホモネアンデルタレンシスって荒廃したらしいみたいにも言われてます。で、ホモサピエンスの特徴は、これもね、地味だなと思うかもしれないけど、下顎の、まあこんな極端じゃない、あの、
音がい、下顎の先端を音がいって言って、下顎の先端を音がいって言って、この音がいが、この下顎の先端の音がい、この音がいがホモサピエンスの特徴です。まあ、まあ、結構ね、なんか地味な特徴でね、なんていうか、それかよって思うかもしれないけど、まあテストにもよく出る音がい。ホモネアンデルタレースもね、なんかね、結構後期の化石って音がいっぽいのものあったりするんだけど、では、ホモサピエンスの特徴はこの音がい、下顎のこの先端の出っ張りを、です。まあね、あんまりね、テスト出ないんだけどね。だけどまあ、ちょっとなんか面白いから、ちょっと解説してみました。あの人類の、進化の歴史でした。